言葉を覚えた。そうだ、ゆっくり。朝見たら、俺っていけるいいから、お前花好きだから。やる。なんて、なんで。それが初めて発した言葉。ハイブリッドチャイルドは持ち主の鏡。俺の何を映し出した。何を与えた。白くて小さくて冷たい手、走っても走っても月島の手は冷たいままで。だから俺は早く温めてやらねばと内心焦りまくっていて、転ばないように離さないように。多分俺は一生作り続けるのだ。それが無駄なことと知りつつも好きなのだ。それ以上でもそれ以下でもなく、ただ本当に心からどうしようもなく、あいつのことが。残るのは後悔と解雇と未だ溢れる連母の情と。夏草の匂い。白雲の風。幾年経ても私は一人。